にわかに風雲急を告げる三冠タイトル戦線。三沢の相手は病気欠場のチャンピオンゴディから前チャンピオンのハンセンへ。若き狙撃手が時代の引き金に今手をかけた。小さい頃からプロレスが好きでした。誰よりも好きでした。昭和56年3月全日本入門、昭和59年の早春海外初遠征メキシコ試合を受けまして、59年夏電撃コロシアムでタイガーマスクとして衝撃のデビュー。以後我々に夢とロマンを与えてくれました。そして憧れでもあり宿敵でもある鶴田を破り、やっと掴んだ全日本最高峰三冠初挑戦のチャンス。虎の仮面をかぶったあの9年間も、武道館のあの涙も、今日のこの瞬間のためにありました。すればできる、しなければできない。さあ三沢光晴、28歳になったばかりの夏デビュー9年目、プロレスを愛する全ての人に彼の熱いファイトを捧げたいと思います。そして反戦は意地でも潰しに来るんではないんでしょうか。さあスタン・ハンセンの入場です。そうです、第一戦になりそうです。三冠統一ヘビー級王座決定戦、全チャンピオンスタン・ハンセンが入場してまいります。このノークラッシュをどう受け止めるのか。スタン・ハンセン今陸上、60分の一本勝負、松戸大会メインイベント、試合に先にましてタイトルマッチ宣言が行われます。タイガーマスクはデビュー戦が電撃コロシアム、その時には余裕のない緊張感と言っていました。三沢となり鶴田を破った武道館、ただの三沢になってしまう、その価値が問われる一戦、早くゴングが鳴ると思ったそうであります。今日はどういう気持ちで立っているでしょうか。チャンピオンは初代と3代が鶴田、4代ゴディ、そして5代がハンセン、目まぐるしく王座が交代しております。実力伯仲、ハンの夏の陣であります。身長差7センチ、体重25キロ差、両選手の紹介、初シングル対決であります。まずジャイアントの皆さん、異例のこの王座決定戦となりましたが、このいきさつ、それからのゴディについてどんな情報が入ってますか。あのゴディの方にはね、はい、ずいぶん悪いような報告が来たんですけど、医者がびっくりするぐらいの回復力みたいですね。あ、そうですか。ですけども、まあ、当分はダメだと思いますけどもね。そうですか、はい、わかりました。さあ、スタン・ハンセンにありがとう、この左腕を出していきました。さあそして左腕を引き上げる、そしてそこにエルボーだ、そして使うロープを使って、そしてスタン・ハンセンの左腕にエルボーを打っていく、因縁作りのエルボーを打っていった。馬場さん、この先制攻撃、ミサミサル、いかがご覧になりますか。やっぱりこういう急戦法はいいと思いますね。そうですか。さあハンセン、どこで落ち着くか、まだちょっとバタバタした感があります。グラウンドに乗っていきました。武井さん、グラウンドの攻めはどうです。それとですね、ここまでですね、左腕を集中したらですね、もうこれを攻めて攻めて攻めまくることですね。ああ、どこまでプレーできるかということですね。武井さん、武道館で鶴田を破った三沢、そしてこのチャンスを、三冠挑戦のチャンスを掴んだわけですよね。やっぱりあの鶴田の勝利をですね、この日のためにつなげてほしいですね。重ねて伺います。
これからの三沢の本当の戦いが今日から始まるわけですね。まさに今日からスタートですね。そしてまたハンセンには今攻められております。これが三沢攻められております。ハンセンには外人ナンバーワンのプライドがあることでありましょう。さて馬場さん、この急遽こういう王座決定戦ということになったんですが、三沢にあえて三沢のことを聞きましょう。この心理的相手が急に変わったという動揺は選手としてレスラー心理としてあるものなんでしょうか。それはね、こういうことはめったにないことですからね。でもそれはもうハンセンに、ハンセンだって同じことだと思うんですね。そうですよね。さあ早くも来てとして三沢コールが起こっている。左のエルボー、さあ武井さんお話したようにどこまでこの左腕を攻めることができるかどうか。それから馬場さん、馬場さんもこういうことはたびたびあったと思うんですけれども、三沢がグリーンボーイ時代、ハンセンはすでにトップを取っていました。そういうもの、過去に対するこの覚えていますか、記憶みたいなものは選手持つものなんでしょうか。それはありますよ。ですけども、まあここに来て三沢は本当に自信をつけてきましたからね。そうですよね。あの鶴田を破りました。その勢いがあります。さあ本部席での前での攻防であります。本部席前での攻防であります。さあスタッフさんの左腕を離しません。赤いコーナーだ、赤いコーナー、三沢ミサル有利なポジションを取るか、三沢ミサル。ですからこういう風に攻めていってですね、はい、あれなんだ、三沢って随分変わったなというね、そういうものがハンセンに伝わると、はい、ハンセンを慌てると思いますよね。なるほどね。新戦法功を恐ろしました竹内さん。そしてあの三沢が鶴田戦でも言ってましたが、ファンの多くが勝てるはずがない、それを覆したのが三沢の頑張りであり、そしてやる気でしたね。そうですね、やっぱりあの日はファンの声援そのものですね。三沢を信じさせてくださいね。ファンの声援が三沢を勝たせました。今日もこの松の運動公園が入った三沢コールに詰まれっぱなしであります。さあ左腕を今度は手と足を使って攻撃に行きました。三沢ミサルであります。さあちょっと試合が落ち着いてきましたが、馬場さん、まずこのハンセンの突進力というのが私一番怖いと思うんですが、このあたりですね、ポイントが。はい、それをですから三沢が最初の気象戦法で防いだわけですからね。はいはい、出足が止まりました。スタンハンセンです。この三沢光晴、右足首大出血の腫れを起こしております。しかしそのキックでハンセンの出足を止めたいと言っておりましたが、まあ、8割方は治った。あぐらをかいたりかかとを踏ん張るとまだ痛いんだがと言っておりました三沢光晴でありますが、その点竹内さん、奇襲戦法でまずキックではなくて奇襲戦法で出足を止めましたね。そうですね、はい、しかしこれでですね5分10分経ってってですね、はい、このやっぱり攻撃をどういう形でですね、はい、変化させていくかですよね。このままではやっぱり勝つは出てきませんからね。なるほど。特に初めの10分でいいからまずハンセンの動きを止めること、このように話していました三沢光晴です。さあ上になっています。三沢光晴僕にあるものはハンセンにないスピード、そして動きの変化。さあそれをどう出してまいりますか三沢光晴。さあしかしサンハンセンの場外戦は同列であります。鉄則を使いましてなおも三沢がハンセンの左腕をしかしヘッドバットの流れを起こしているスタンハンセン、大きなハンセンであります。竹内さん、外人ナンバーワンのプライドが勝ってますからね。今のですね、肘は相当きつかったですね。さあ打撃戦だ、打撃戦になりますと、あ、ボディもこのチョップで吹っ飛びました。スタンハンセンの打撃技にはすごいものがあります。あー、ライアン、鉄球左腕を打ち据えた。竹内さん、打撃戦になりますとやっぱり振ったり振ったりですとハンセンの方が重いですからね。そのだけやっぱり25キロの体重差もですね、はい、パワーがありますからね。そのスタンハンセン、今5分経過しました。5分までは完璧にスタンハンセンの左腕を攻め上げております。必要な表情だスタンハンセンです。馬場さん、この三沢にとりましては初めての三冠挑戦なんですが、落ち着いているところ見てよろしいんでしょうか。落ち着いているというか、はい、いい攻めをしてますよね。いい確かに三沢の飛び道具、そういう技はありますけども、はい、ことハンセンに関してはもうこの左腕にしがみついてですね、離さないという方が一番効果的だと思いますがね。竹内さん、左腕、これはチャンピオンブリッドだと思って本当にもう離してほしくない。そういうことですね。もうこれを離したらね、はい、やっぱり、パワーが違いますからね、攻め立てられますからね。そしてこのところ三冠戦、鶴田対ゴディもそうでした、ハンセン対ゴディもそうでした。
あの一瞬の相手の強を突く技で実力が拮抗しております。決着がついております。そのあたり三沢も十分に警戒しておりました。反戦は急に変化をつけて、攻めてくる。その辺を十分に警戒したい、このように話しておりました。離れたら危ない三沢光晴。リングのほぼ中央、やや青コーナーよりポジションを取りました三沢光晴。左の肘、サポーターのあたりに今度は2位を打っていきました。それから高橋さん、あの新兵器ですよね、待たれますのはね。そうですね、中田戦ではとうとう見れなかった新兵器がですね、反戦用にも通用するのかですね。反戦を打った、反戦に抜き、反戦に抜き、顔面抜き、ライダーチョップ。さあこうなるとやはり反戦の打撃技、ああ横出した左腕殺し、おたらの神。ベルトにかける執念が両者ですね。特に三沢の方に見受けられますね。三沢に執念が出てますね。デビュー前、デビューしましたのは56年でした。80キロしかありませんでした、この三沢光晴。体が小さいから僕はジュニアヘビー級を目指す、ゴング月間56年史に乗っております。しかしその後飯を食いました。いやそれは今の選手です。僕は食わされました。当時は旅館での移動でした。先輩にもう嫌というほど食わされました。そして嫌というほど練習をしました。今115キロあります。三沢光晴です。逆に返していきました。スタンハンセンをじっくり攻めていきます。リングの中央です。ガマさん、この外人との対決、それから鶴田あるいは歌舞伎組との対決、三沢は多くなってまいりましたけれども、この大型選手とやることによって、こう馬場さん解説でしたけども、ずいぶん慣れてきた部分、そうですね、どの辺に感じられますか。いや今みたいにこうやってね、はい、やっぱり作戦までちゃんと考えてね、やってますよね。ああそうですか。実はハンセンと離れてやったら危ないというようなことも、はい、やっぱり本人は十分分かってきたと思いますしね。それから金沢でしたか、ジャンボ鶴田を軽い感じでサイドスープレスに来て取った、そういう場面がありましたですね。そういう大型選手に対しましての大技、これも見せてくれるでしょう。期待しています。三沢光晴、ね、マスクを取って威圧感が出てきた。各選手あたりはそう言ってるんですよ。それはあるでしょうね。本当なんか三沢の目の怖さというものがですね、試合の中で出てきますね。ああそうですか。それから高橋さん、これは私のうがった見方かもしれませんが、あの鶴田を破った自信がごく自然に出ている、どうでしょう。それも言えてますね。言えますか。さあ、あの鶴田を破った実績がある。そして今度は反戦だ。三冠統一ヘビー級王座決定戦、エルボーを打っていきます。高橋さんお話の、馬場さんお話のこの左腕を離すな、そしてフィニッシュ、どういう風に持っていきますか。三沢光晴です。馬場さん、あのタッグでは三沢ハンセンと何回か対戦したことあるんですけども、やはりシングルとなりますと違うもんなんでしょうね。そうですね、もうタッグですとね、どうしても、はい、タッチがありますからね、はい、こうやってしつこく腕だけというわけにはいきませんからね。あ、そうですよね。相手にまたセーブされますしね、はい。高橋さん、休んでいる人がその間に力を蓄えてフィニッシュだったのが世界タッグ戦鶴田歌舞伎チャンピオンでしたね。さあ今日はシングルマッチ、本当ここまでの攻めはいいですね。いや10分が経過、タイガーマスク作戦通り10分、まず反戦の動きを止めました。今日はまだ今季は出しておりません。スタンハンセンダリアット出しておりません。さあハンセンの攻撃だ、あっと顔面に膝、顔面に膝、すごい顔だ、移動性低気圧か。サンハンセン髪を掴んだ、パンチ飛んでいく、エルボー飛んでいく、右で打ってますよね。打っている。この辺り左腕はどうなのか、まだいけるか。あと左エルボー、しかし左腕を痛めた。やっぱり痛めてますね。武井さん、ゴディが左腕を痛めて、いや右肘を痛めて、はい、あれから流れが変わったハンセン、ゴディ戦でした、はい、そういうことも今日十分考えられますからね。考えられますね、はい。伊沢そのあたりをじっくり見て取らなければいけません。しかし左や右の腕も強靭ですが、足が強靭ですね。武井さんね、ハンセンの足、さあ腕を取りましたね。腕を取りました。伊沢光晴です。ラリアットが打てない状態まで痛めつければこれで成功なんですよね。あーねー、
ここは場外戦、キックを出していった、キックを出していった、板の右足でキックを出していった、場外戦で出していった。果たしてこのキックは通用するのか、効いているのか。今度は椅子を持ったスタンガン戦大文字だ。ああ足が生きている。竹内さん、したたかですね。足を使ってきますよね。そうですね、手を痛めてもボディにキックを叩き込んでも足が生きている。ヘッドバックが生きている。椅子を持ったリサーブされたら場外だ。激戦を物語るこの右肩を痛めている、そしてこの絆創膏が痛いらしい肩甲骨のあたり、そして両膝を痛めております。そして右の足首、安心そのリサーブされる。スタンハンセンがそのリサーにブレンバスター、カバーの体勢。馬場さん、この動きを見ておりますと、三沢は普段の三沢はもっと速いですよね。ですから、はい、ハンセンにくっついてますからね。その三沢らしさというものは出てきませんけども、それはかえっていいと思うんですよね。かえって飛んだりなんかしてると、やっぱりかわされたりなんかして自分のダメージ大きくなりますからね。そうですか。さあ、髪を掴みました。攻守入れ替わるか。いや、変わらない。さあ、ジャロッ、キック、キック、キック。伊沢も慎重ですね。飛びませんでしたね。さあ、今度はフライングメイヤー、もう一回ひねり腕を取るか。伊沢はどうするか。ボディスラムだ。うわっと25キロ線を持ち上げた。この表情だ。伊沢顔が泣いている。頑張れ伊沢。セカンドロープだ、サードロープだ。さあ、虎の仮面を脱いだら、有名になりたいと中学生を2年の時からレスラーを目指しました三沢。さあ、延髄で反省の場外だ。今度は飛ぶか。誰よりもプロレスが好きだった、プロレス大好き少年、その三沢美沙が今絶望の頂点に立とうとしている。さあ、どうだ。あー、パンチャー失敗、パンチャー失敗。さあ、そして場外戦、今度は鉄柱攻撃。こうなりますとパワーの坂、こうなりますとパワーの坂。椅子を持った、椅子を持った。さあ、逃げた、リサーウルスさん逃げました。スタンハンセン手足が切る。さあ、しかしこの後の報復が怖い。スタンハンセンリングに登った。三沢ロープで反動にした。フライングで上手い、上手い、そのままカバー。監督、まだ攻めが甘い、まだ攻めが浅い。さあ、三沢何を狙っている。キック、キック、しかしハンセン、シャニムに突進、こちらのキックが効いているか、しかしロープに飛ぶ、一緒だ、そのままフェイスバスターに持っていった、どうだ、どんどん返した、高校の時にはプロレスラーになりたくて、アマレスの合宿場を飛び出しました、そういうこともありました、周囲の反対を押し切って、全日本プロレスに入門しました、2枚目のくせに、頑固者です、三沢、ローププレイ、今14分が経過。頑張っている。こういう風に天井を向いている場面が、あの武道館大会が多かった。しかしそのために立ち上がったんじゃないか。三沢美沙に2回目のこのまま寝ていたいというときは、かわせかわせかわせ、やりつけました。何度も立ち上がってほしい。セントーン、メキシコ市場で覚えてる。セントーン、肩親育ちの三沢に疲れ、お袋には本当に心配をかけて、怪我のためにお母さんが電話をよこすんです。さあ、頑張れ、どうだ、ピンタ、取ってくれ、ドライブ。スタンハンセンもしかし疲れているか、スタンハンセンも疲れているか、ロープに戻らかっている、ありゃ、タックル、ショルダータックル、砲丸戦で見せた、ボディ戦で見せたタックル、そして左腕、
モンスター先生であります。団地の破壊力、うだるような第7代のチャンピオン、三冠統一ヘビー級王者、このスタンハンセンであります。竹内さん、このプロ入り9年目、初の三冠挑戦、ダッシュになりませんでしたけども、竹内さん、どうございました。やっぱりですね、体重の25キロの差をですね、はい、縮めるだけのパワーが今日の三沢にはなかったですね。三沢光晴からタイガーマスク、そして再び三沢光晴へ、波乱に満ちたレスラー人生を歩んできた三沢光晴。決して順調に歩んできたわけではない。栄光の陰には血の滲む努力があった。挫折を繰り返すたびに大きくなっていった男、それが三沢光晴である。だから彼の戦いには夢がある、人生がある、人を引きつける何かがある。ファンが彼に望むことはとてつもなく大きい。しかし彼はきっとやってくれるはずだ。三沢光晴28歳、彼に休息の時間はない。そう、まだ走り始めたばかりなのだから。三沢さんにとってプロレースって言ったら何ですか？やっぱ俺の人生だよね、それしかないでしょうね。はっきり言って高校出てすぐプロレス入ってね、それしかやってきてないんだから、はっきり言ってね、他のことは何もやってないしね、だから今は、今の時点ではやっぱり俺の人生そのものだよね。